不倫騒動から広行きとアフリカ旅行で注目の東出まさを超えたのは10から30代男女が本格復帰してほしい芸能人第4位以下本サイトでは10から30代の男女100人に本格復帰してほしい芸能人アンケートトップ3は別記事で以下の芸能人を発表しようし第9位2.0% は、TKO の木下隆之と木本武広がコンビでランクイン。木下隆之は、2019年に、週刊文春、文芸春秋などが、後輩へペットボトルを投げつけるなど20年3月には、松竹芸能を退社し、同年4月放送のワイドナショー、富士テレビ系に出演した木下は、川原報道を事実と認めて謝罪した。 現在は YouTube を中心に活動している。そんなに迷惑かける不祥事では関連技術職。面白いから38歳、男性。相方の木本武博は昨年7月に高額投資トラブルが発覚して所属事務所を退所し、活動を休止した。一部投資していたといい、今年1月に謝罪会見を開いて事情を説明。 活動再開も発表した。2月には木下と揃って、ワイドナショーに登場し、コントから頑張った芸人さんのことを思うと心は痛いが、それ投資詐欺じゃないと誰も気づかず言わずだった状況も悪かったと思えば、一番復帰しても良いんじゃないかと思う、19歳、女性、学生フリーター。